何人か来てますね。日本各地で自然を身近に感じながら上質な時間を楽しみませんか。ハマチやな。ハマチ。今回の大人釣りクラブは兵庫県南淡路市の旅。鳴門海峡周辺で野間瀬釣りを楽しみます。さらに旬の魚を贅沢にいただきます。釣りは人生に潤いを与え、より一層豊かにしてくれる文化です。釣り人ならではの楽しみ、旅、食を通じて上質な時間をご一緒しましょう。大人釣りクラブ。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球とともに、しまなの提供でお送りいたします。皆さん、旅と釣りで上質な時間を過ごされていますか。今回も始まりました大人釣りクラブ。この番組は釣りの経験がない方や、以前はやっていたけど最近やってないなという方、釣りはやってるけど他の釣りにもチャレンジしたいという方を中心に、楽しいフィッシングライフをご提案いたします。また釣りとともに訪れた土地の歴史や文化に触れ合う楽しさもたっぷりとお伝えしていきます。さて、今回私とご一緒していただく方は今井浩二さんです。よろしくお願いします。今回私たちは兵庫県南淡路市の福良港の方にやってきてるんですが、はいはい、どんな釣りを楽しみましょうか。今回はね、はい、あの野間瀬釣りって言いまして、うん、小魚を餌にしてですね、泳がして、はいはい、もっとでかい高級魚を狙う。高級魚ですか。贅沢な釣りを。うわ、楽しみですね。はい、はい、じゃあ釣りの方も楽しみながら、はい、兵庫県南淡路市の見どころの方もね、うん、お伝えしていきたいですね、はい。では今回も皆さんと一緒に兵庫県南淡路市の旅と釣りを存分に楽しみましょう。今回の大人釣りクラブは兵庫県最南端に位置する南淡路市の旅。播磨灘、鳴門海峡、紀伊水道に面している水産業が盛んな町です。まず2人は道の駅福良周辺を散策します。今井さん、可愛らしいお店がありますね。はい、何屋さんですかね。何屋さんですかね。何屋さんですか、これは。ジェラート屋さんですね。あ、大好きでしょ。はい、大好きです。行ってみましょう。二、はい、人が訪ねたのは可愛い店構えのジ・エルムです。美味しいジェラートがいただけると大評判のお店です。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。美味しそうなジェラートが並んでますね。すごいな。どれも美味しそう。どれが一番おすすめですか。はい、全部おすすめですけど牛乳が一番人気になってます。牛乳、はい、なるほど。じゃあ私この牛乳いただきます。はい、ありがとうございます。今井さんどうしますか。僕どれおすすめですか。まあね、今時期のものもいろいろあるんですけど、青切みかんとか、紫もあるんですけど、今一番は栗。栗、はい、栗銀とおすすめですね。大人の味ですか。そうです。あ、いいですね。じゃあ、それいただきます。はい、お願いします。はい、はい、まずいよね。すごい。じゃあ、早速いただきますか。はい、いただきましょう。今井さん、栗きんとんで。あー、栗の味してるわ。当たり前か。やっぱり栗の味が。栗の味してる。そんなに甘くないから。あ、うん、そうなんですね。全然僕大丈夫。大人の味で。うん、おいしい。私は搾りたて牛乳ですね。いただきます。うん、濃厚です。濃厚、うん、濃厚なんですけど、やっぱりジェラートなんで、うん、ちょっとこう口どけも滑らかですね。うん、美味しい。淡路市はもともと乳牛育てる農家あるから、はい、あ、うん、でこういうのできたんやね。なんか毎朝取り寄せてるって言ってましたね、この牛乳ね。へえ。何年ぶりかで食べるアイスクリーム、美味しいね。普段食べないですか。うん、めちゃ美味しい。たまに食べるとね。うん、美味しい。口どけよく
滑らかな食感のジェラート、美味しいですよ。そろそろお腹が空いてきた2人、旅の思い出に大奮発してあの食材をいただくことにしました。田中さん、はい、三年トラフグってご存知です？三年トラフグ、そう、初めて聞きました普通トラフグ養殖やってる業者っていうのはね、はい、2年間養殖して出荷するとこがほとんどなんですけど、はい、この南淡路の組合はですね、3年間養殖して、まあまあもちろん身を太らせるというのもあるんですけど、味も良くなるっていうので3年養殖して出荷してる。それが結構評判いいんでね、はい、それがすぐ近くで食べれるところがある、そうなんですね、ありますから、はい、早速行ってみましょう。あ、もうぜひお願いします、はい。その三年フグがいただけるのは瀬戸内海国立公園に立つ休暇村南淡路です。贅沢なお食事と温泉で常に大反響のお宿です。お部屋は開放感があり、眼下には福良港が広がる眺望です。ご自慢の温泉は南段温泉を源泉とし、保湿効果が高いと評判です。絶景を望む露天風呂、癒されます。こちらが日本一流れの速い鳴門海峡のすぐ近くで育てられた三年フグ。一般に出回る2年ものの養殖フグとは比較にならないほど濃厚な旨味なんです。まもなく贅を尽くした料理が所狭しと並びます。すごいですね。すごい豪華料理ですね、はい、もうテーブルに乗り切らないぐらいずらりと並んでますね。本当にフルコースな、はい、とりあえずはひで酒からいただきましょうか、はい、ではでは、いただきます。いっぱい、生き返りました。ヒレすごい大きいですよね。本当にいい香りが。何からいただきましょう。テッサかな、やっぱり。やっぱりね、テッサですね。ですね、はい、今井さん、これ心置きなく食べれるようにね、一人前ずつ、はい、分けて、はい、こんなに綺麗に、うん。ものすごい歯ごたえでしょ、うん。身が引き締まってますね。うん。わ、美味しい。いいですね、気を使わずに一人ずつ食べれますし、贅沢に3枚ぐらいいっちゃいますね。よいしょ、わー、いただきます。うーん白子豆腐、鉄皮を使った珍味が一層ヒレ酒を進めます。焼き物は大変香ばしい焼きフグ。鍋はもちろんてっちり。こちらにもクリーミーな白子がついています。おお、すごいですね。美味しそう。たっぷり身も入ってますね。どうですか？美味しいとしか言えない。ですよね。じゃあ私もいただこうかな。白子見つけちゃいました。白子の方が入ってるの？はい、白子いっちゃっていいですか？どうぞ白子とじゃあ身の方もいただきます。いただきます。うん、とろけましたか？うーん、とろけます。とろけましたでしょう。これは大変です。間違いなく、もう間違いなく美味しいですね。贅沢すぎる贅沢すぎるお味で。では私は白子の天ぷらをいただきます。はい、美味しい。ものすごいクリーミー。クリーミー、うん、衣はねサクサクで、うん、中身はとろけて、中がとろとろ、ね、まだありますよ。次はフグの唐揚げ。蒸し物はフグの身が入った茶碗蒸しと続きます。こうやってね、旅先で
特産品をいただくのはもうたまらないですね。贅沢ですね。贅沢ですね。まだまだたくさんあるので、はい、どんどん、はいはい、いただいていきましょう。贅を尽くした三年フグを使った料理は3月28日まで。ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。この後、野間せつりで高級魚を狙います。おー、マハタや。おマハタ、マハタ。野間せつりを楽しもうとやってきたのが福良港です。午前7時、今回お世話になる名洋丸に乗り込み出船。湾内に設置している生けすにより、今回の餌となるイワシを取りポイントへ向かいます。およそ25分で水深およそ40メートルの鳴門海峡周辺に到着しました。ああ、よう映ってるな、よう映ってるな。探検丸にたくさんの魚影が映っています。お腹あんまり押さえたら弱るの早いからね。はい、頭の方しっかり押さえて頭、うん、でここに 鼻があるから鼻の穴を通って、はい、でこれは背びれの後ろぐらいを、はい、この辺にちょっと、はい、竿を持ってください。はい、うん、そうそう、はい、でちょっとお題持って下ろしてください。とりあえずそこまで下ろして、はい、船流れてるからね、そこついたらわからんと糸出してるとどん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 出ていくよ。もうついてるんちゃうかな。ちょっと待って、お願いします。これそこつきました。うん、ついたら50センチぐらい。はい、もう今上がってるからその辺で待ってたら、はい、それでヒラメかハマチかなんかわかんないけど、はい、魚が食いに寄ってきたら、イワシは食われんの嫌やから暴れる、うん、暴れる、はい、ほんだら竿先バーッとこう震えたり、うん、でそこで合わせてもまたかかんない、はい、かかんないから、もうあの竿がもう入るまで、うん、待った方がいい、はい、飲ませよ、待った方がいい。お来たんちゃうかも、ちょっと待って、はい、来てるよ、来てる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 、撃ったよ船長。すごい、もうずっと一定の速度で巻いてたら大丈夫ですか。そうそうそう、はい、うわ強い、ハマチっぽいな、ハマチっぽい、強い、よいしょ、ねえか、ねえか、最初引いてたから、はい、魚の反応でした。うん、そう、魚の姿を見ることができませんでしたが、すこぶる活性が高いようです。もう一度イワシを刺し、仕掛けを下ろします。おまだやで、ね、泡下がって、泡下がって、あら、どうかな、あら、まだもうちょいですよね。
今なんか食いに来てたんだ。そうですね、食べて今ついてるかな。取られたらいいことない？取られてます。どうやろ、軽いんか、軽ない、ちょっと微妙かもしれない。いないかな。いないかもしれない、いないかもしれない。食い逃げされるかな。針がかりまでは行かず、餌のイワシを確認すると。どうだ、あー噛まれとるよ。ヒラメみたいな食い方やな、ズルズルっとなってるの。噛まれとんな。うん、噛まれとる。ああなんでやこれヒラメみたいやけどな、この食い方は。ヒラメですか。うん、歯がたっぱついてるし。あー、残念でした。今井さんも竿を出すことにしました。ここで今回使用するタックルについて教えてもらいましょう。はい、今回使用する野間瀬釣りのタックルです、はい、竿はライトゲームのリミテッド、目白が混じることもあるって言って聞いたんで、ちょっと腰のしっかりした竿をチョイスしましたんで、はい、82のエッジというのを190、これ使ってます。リールはですね、はい、カルカタコンクエストの800番です、P ラインは、タナトル8の3号を巻いてます。リーダーはフロロの、5号、約3メートルつけてます。でその先に野間瀬釣りの仕掛けですね、幹糸が7号、ハリスは6号で、ハリス部分でですね、親針マルセイゴの17号で、その先孫針はトリプルフックを、使いました、で重りが40号ですね。今井さんが根掛かりを直そうとした時、田中さんから合図がありました。あ、乗ってるって。よいしょ、なんか何か来てますね。よいしょよいしょよいしょ、はいはいはい、よいしょ。お、なんか魚影見えましたよ。もう上がる？はい。よいしょ。はい。よいしょ。ハマチやろ。ハマチ？おお。サバスだ。来ましたね、やっと。すごい引きでした。イワシ変えようかなと思ってる時に当たってくれました。嬉しいです。3度目の正直でやっと仕留めることができました。今井さんも当たりを捉えようと竿先を見つめていると、またしても田中さんから合図がありました。よいしょ、お、来ました。よいしょ、どうかな。よいしょ。止まってる？来てますね、いますね。さあ何が、あら、ヒラメちゃうか、茶色っぽいぞ。あー、ヒラメや。ヒラメ、はい、やったー、よいしょ、釣れました。ヒラメですね。ちょっと小ぶりですけど、さっき合わせ方をちゃんとできなかったので、今回はちょっと自分なりに合わせれたかなと思いました。で結構強く引っ張ってくれたので、よいしょ、ちょっと釣りごたえあったかなと思います。ツバス、ヒラメと順調に仕留めている田中さん、今度は今井さんの番でしょうか。
今井さんが大きく合わせました。何じゃろか、アマチかな。姿を現したのは、あ、ヒラメか。仕留めたのは田中さんと同サイズのヒラメです。小さいですけど、すいません、ちょっと可愛いですけど。なかなかのサイズですよ、今井さん。より量刑の魚を仕留めようとイワシを刺します。この野間瀬釣りは大物狙いができる代表的な釣り方で、難しいアクションなど必要なく高釣果が期待できることから、初心者から上級者まであらゆる人から人気の釣りの一つです。今井さんが大きく合わせました。あれあれあれ、外れたわ。はい、抜けた。早かったか。あ、ヒラメやった。早合わせしすぎたのか、針がかりまで行かなかったようです。今度こそはと竿先に集中していると、よいしょ、田中さんから合図がありました。うん、来ましたね。よいしょよいしょ。うん、上がりますか。よし、すごい、よいしょ。見えてきましたね、はい、よいしょ。もうちょっと上げて、もうちょっと、おー、マハタや。おーマハタ、マハタ。うん、これ鍋して鍋鍋、よいしょ。おー、はい、いいの釣りました。五目釣りになってきたね。なんかだいぶ引きも強かったです。巻くの大変でした。初めての野間瀬釣りを経験した田中さん、ツバス、ヒラメ、そしてマハタと順調に仕留めました。さらなる大物を仕留めようと仕掛けを下ろします。しかしその後、大物を仕留めることがなく終了としました。今井
上さん、今回もすごい楽しかったですね。はい、よかったですね、はい、いろんな魚釣れたし、うん、いろんな種類高級魚が、うん、そうですね、たくさん釣れましたね、うん、まあ、野間瀬釣りっていうのは基本的に小魚を泳がして、はい、それ餌にしますから、うん、はい、いわゆるフィッシュイーター、小魚餌にしてる魚やったら何でも釣れる感じ。いや、もう何が上がってくるのかすごい楽しみで、うん、いろいろ釣れるのが楽しみですね、はい。旅の方も3年トラフグも頂戴しまして、はい、反応しましたね、反応しましたね、美味しかったですね、はい、いや、もう南淡路市を満喫させていただきました、うん、あ、そうですかね、はい、いや、もう楽しかったです、はい、今井さん、今回もありがとうございました、うん、はい、お疲れ様でした。今回使用したタックルはこちら、大物が狙える野間瀬釣り、皆さんもぜひ体験してください。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球とともに、しまのの提供でお送りいたしました。